お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回もですね、前回こちらにね、映ってるスピーカー FE127 でね、取り付けて遊んでたと思うんですが、今回はですね、また別のね、用意しました。で、まあ別のというと何っていうふうに思うかもしれないんですが、とりあえずですね、ここにね、ハマりそうなやつだったんで、ラウンドね、タイプのフォステックスの10センチをね、用意しました。はい。まあ、これはね、何っていう風にね、思うかもしれないですが、こちらですね。はい。こちらのユニットは、フォステックスのね、108のね、限定ユニット。当時の限定ユニットですね。FE108 スーパーっていうね、ユニットですね。はい。まあ、スーパースワンでね、代表的な作品で言うと、スーパースワンがね、これ取り付けたのが有名だと思いますが、はい。まあ、30年近く前のユニットですかね。30年近く経つんじゃないか、27、8年経つかもしれないですね。はい。まあ、なんでね、今週は潰れちゃったり、で、またね、出してきたあれなんですけど、しばらく見ない間でみんなね、ここのエッジの、まあ、薬剤的なものがね、蒸発して全部ね、カピカピのね、カチカチになっちゃったんで、なっちゃってるんで、こちらをね、またね、軟化作業してからね、こちらにね、交換して、視聴していこうかなと思います。はい。で、まあ、今回の趣旨としましては、FE シリーズのね、ノーマルの普通のね、FE シリーズのユニットと、限定ユニットのね、スーパーの音の違い、これをね、ちょっとね、聞いていただこうかなと思います。まあ、比較対象ではしませんが、前回のね、やつを、見ていただいて聞いていただければね、同じ条件で撮影してるんで、わかりやすいかなとは思いますが、今回はね、このカサカサのエッジをね、軟化してから取り付けて、聞いていこうかなと思います。はい。こちらのスーパーユニット、頑張ってやっていきます。では、よろしくお願いいたします。はい。それではね、ちょっとね、108スーパー見ていただこうかなと思います。はい。こちらがね、フォステックスのね、当時、初代ね、108の、限定ユニット。108スーパーユニットですね。はい。もうね、マグネットが大きすぎてね、スピーカー端子をね、太いのを接続してね、あと、ケーブルが太くなると穴に入んなくなっちゃうんですね。はい。もうね、本当にね、マグネット、強力なマグネットですね。これが108スーパーですね。まあ、今回108スーパーやりますが、まあ、おいおいね、88ES とかね、その辺もね、やっていこうと思います。はい。で、まあ、このユニットですね、もう二十何年、30年近く経ってるんで、もう、ね、いろんないたずらで、いろんなスピーカー作ったり、はめたりね、外したり、なんかいろんな実験にしてたら、もうこんなぐちゃぐちゃになっちゃってますが、まあね、しっかり音は出ます。はい。で、またね、この音、聞いてもらうとわかるんですよ。もう硬化しちゃってね、もうひどいんですよ。これもね、ほら、ね、すごいでしょ。これ、結構ね、もう硬化しちゃってる。これもね、軟化作業これからしていこうかなと思います。はい。そんな感じでね、準備したいと思います。準備します。はい、それではね、ブレーキフルード。またね、ちょびっとね、入れていきましょうかね。ちょびっとちょびっと入れていきましょう。キャッスル、ブレーキフルード、キャッスルですね。はい。こちらを使っていきます。タクティ品番で、V の9220-0105 となってますね。はい。はい、それではね、ちょっとね、やっていきましょうかね。はい。じゃあね、まあ、こんなの見ててもね、面白くないと思うんで、ちょっとね、108スーパーとの出会いからね、私のね、出会いをね、聞いてもらおうかな。まずですね、もうね、30年ぐらい前になりますが、スーパースワンがね、発表されたんですが、それと同時にですね、もちろん108スーパーが、
出るわけなんですね。で、108スーパーを使ってですね、スピーカーをね、作ろうと思ったんですが、またね、これがなかなか手に入らなくて、大変な思いをして手に入れたんですが、まあ、108スーパーで、スーパースワンはね、作ったことがないんですね。で、まあ、聞いたことはね、あるんです。で、まあ、108スーパーがいいなんて言って、スーパースワンをですね、長岡先生のね、セミナーの、神田パンセの時に、視聴会に参加しまして、聞かせていただいたんですが、まあ、ああいう大きい会場でね、スーパースワンガンガンなってたのがすごいなとはね、思いました。けどね、音がどうだったかって言われるとね、ちょっとね、正直ね、わかんなかったですね。はい。そういうのに参加するのも初めてでしたし、まあね、今から20何年も前だから私も相当若かったんで、もう周りの人にね、先輩たちに圧倒されちゃって、あの真剣な感じと、そうですね。みんな先輩方がね、真剣に、眼力と、耳をね、全神経集中させて聞いてるのをね、見て、ああ、すごいなぁ、なんてね、思ってました。これ結構ね、手強そうです。前回のとね、違って、127と違って、なかなかね、染み込んでいかないですね。ちょっととりあえず、一回置きます。で、まあ、神田万世でね、聞いたんですが、まあ、私はね、音がわからなかったんですっていう話ですね。で、まあ、一番ね、印象だったのは、A の09。いやー、いいなぁ、なんて思ったですね。結構、あれ、いいなぁなんて思ってね、一回欲しいなぁなんて思ってたんですが、なかなかね、買う機会なくて。FM ファンとかでもね、ダイナミックテストで、増幅度を持った電線なんて言われちゃうと、いや、なんかすごいなぁなんて。入ったものがそのまま増幅出てくんのなんて思うぐらい、いいのかなぁなんてね、想像膨らませました。膨らませてましたけどね。まあ機会があればね、欲しいですね。まあね、スーパースワンね、今から作ってもいいんですけどね、今から作るんだったら、今結構ね、送料、スピーカーとか運べなくなって送料がね、高くなったんで、ヤフオクとか出たやつね、取り行けそうな距離のやつ、安く落札した方がね、いいかもしんないですね。まあ、機会があれば落札して、取り行こうかな。まあ、1台ぐらいあってもいいかななんてね、思いますが。でも、でかいんだよね。ちょっとね、やっぱメインシステムにまた入れちゃうと、あんま効かなくなっちゃうんで、作業場とかね、そういうとこだと、図面見たりね、見積もりしたり、請求書書いたり、なんかそういうのやったりしてるときにね、横で音楽かけたりしてるんで、使っていますけど。だからやっぱね、こういうミニシステムっていうんですか、こういうちっちゃいセットがね、やっぱ好きなんでしょうね。いや、ほんと手強いな。染み込んでこない。前回とね、全然違いますね。ちょっとカチカチですね。はい。とりあえず、こんな感じで塗ったんですが。手強そうですよね。で、ここまで塗るかどうしようかね、ちょっと悩んでますが、もうちょっとね、柔らかくなったら、ちょっとね、染み込ませていこうかなと思います。はい。で、そうだね。うん。すごい立派なユニットですよね。今度20系とかも紹介していこうかな。外れてるのあるんで。うん。ではね、ちょっとね、浸透まで、時間待ちまーす。以上です。はい、あれからですね、
結構ねテロンテロンになるまで入れてあります。たくさんね、縦にしたら流れちゃうぐらい入れてあります。でまあ硬さもですね、もうこれ置いた時にね沈むぐらい柔らかくなってます。こっちもまあなんでね、これでこの周りに染み込んだやつをね取っていこうかな。ティッシュにしようかなね。でまあ拭き取って拭き取ティッシュでね綺麗に拭き取って垂直にしても垂れないようにしてからね音出しの準備していきたいと思います。はい、まあ拭き取りはねスキップします。以上です。準備します。はい、試聴のね準備したいと思います。以上です。はい、それではですね試聴のね準備が整いました。ですね条件はね同じようにしてます。はい、で条件は同じような感じで YouTube オーディオライブラリーからねダウンロードした素材のフリー素材をね音源をですね CDR に焼きまして、それをねソニーの D50 ディスクマンで再生したのをね三水の BA60 に入れてこちらのね、108スーパーをね、駆動する形になります。はい。まあ、この辺はね、ずっと揃えて、やっていこうかなと思いますが、まあ、条件があったらね、アンプとか、変えてやるんであれば、また最初からね、取り直していこうかなとは思います。はい。それではね、再生したいと思います。
はい、今お聞きいただきましたが、まあ108スーパーね、素晴らしいですね。まあ高音がね、突き刺さるような感じでね、ビュン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 前に向かって飛んでくる感じが、FE127 とはね、また違った感じじゃないかなとは思います。はい、まあこんだけね、あの同じシリーズみたいなね、 FE シリーズなんて言われてますけど、キャラクターが違うのはね、結構ね珍しいですね。まあ FE シリーズでも限定ユニットじゃないやつはやっぱしね、あの似てるんですが、まあ限定ユニットのこのスーパー系になると、もう全くねキャラクターが違くて、出てくる音がね全く違うと。だから好みもねすごい分かれちゃって、使いづらくて聞きづらくて嫌だっていう人も結構いるみたいですし、まあこれじゃないとダメだっていう人もね結構いるみたいで、まあその辺ね結構分かれちゃうんじゃないかなとは思いますが、私はねこれ結構ね気に入っています。はい、ではね次またね再生していきたいと思います。はい、それではね2曲目再生します。はい、ね、2曲お聴きいただきましたがね、やっぱ108スーパーね、結構ね、素晴らしいですね。はい。まあ、同じね、スピーカーでも、全然ね、キャラクターが違くて、同じ FE シリーズでもね、兄弟みたいなね、いうものではなくて、やっぱ全然、スーパーユニットはね、限定ユニットは、まあ、方向性も違うかなとは思います。まあ出てくる音がね、もうシャープで、締まった広域がね、もう突き進んでくる感じなんで、まあ普通のね FE シリーズとはね、また違った感じがね、楽しめるんじゃないかなとは思います。はい。
で、こちらなんですが、この間ね、軟化作業したやつですね。はい。FE127 の軟化作業したやつです。こちらもね。はい。で、やってる最中にですね、若干ね、こう、成分がね、根子の方に染み出てたと思うんですが、何日かするとね、こういう風にね、綺麗になります。はい。まあ、若干ね、まだうっすら残ってますが、これをね、やり方なんですが、ブレーキオイルのね、オイル自身をね、垂らしたらね、もうすごい染みちゃって、油なんで、もう取れないです。で、こちらね、エッジに塗って、かすかに入ってく分は、油成分っていうより、なんか別のね、なんか化学薬品みたいな感じのものがね、染み出てるような気がして、それはね、なんか蒸発してね、なくなるんですよね。で、まあ、コーン紙がね、分離できれば、オーブンでね、少し焼くとね、完全に綺麗に取れるんですけど、まあ、そこまではね、やんないですけどね。はい。まあ、こちらもそうですね。はい。もう、ビヤーって染みてたのが、まあ、何日かしっと、こんな綺麗な感じにね、なります。まあ、多少は残ってますけどね、まあ、十分じゃないかなとは思います。はい。で、まあ、こちらもですね、こちらはね、染みてないですね。なんかね、多分ね、エッジの種類もね、多分全然違うんでしょうね。で、まあ、こんだけ柔らかくなったんで、はい。まあ、いい状態だとは思いますけど、はい。まあ、よかったらね、自己責任で試してみてください。はい。ね、じゃあ、こんなもんかな。今回の紹介は。はい。そんな感じでね、とりあえずね、片付けようかな。はい。以上です。はい、お疲れ様でした。今日はですね、108スーパーをね、お披露目したわけでございますけど、まあね、30年近くね、経つユニットなんでね、まあ、今週はね、今週はね、潰れてるし、ね、エッジは、なんか、よれてるし、ね、もう、エッジはね、交換もしてましたしね、まあ、すげえ変なユニット持ってきたとね、皆さん思ったかもしれないですが、まあ、結構ね、軟化すると、結構なると思いません？ね、ね、私はね、結構ね、なったんじゃないかなとは思うんですが、皆さんね、いかがでしたでしょうか。まあね、YouTube ね、結構ね、厳しめのね、コメント結構いただくんで、またね、今回もね、こんなの出しちゃうと、厳しいコメントいただくかもしれないですけどね。はい。まあ、やり方はね、いろいろあると思うんですが、あんましね、お金かけれるもんでもないんで、私はね、このぐらいでね、遊んでるのがね、やっぱ一番、心地いいのかなと思うんですね。まあ批判ね、する方もね、いらっしゃると思うんで、まあその方はね、丁寧に、まあ自分でね、何万円もかけてやっていただければいいかなとは思います。はい。で、私自身はね、これで、ね、もう何百円程度でこうやって遊んでるのがね、やっぱいいんで、まあこういう遊びをね、続けていこうかなと思っている次第でございます。はい。で、まあ、このシリーズ化ね、しようと思うんで、まあ、次にね、また、倉庫行った時でもユニット持ってこようと思います。はい。まあ、ね、まあ、とりあえず今あるものをね、何台かやって、家でね、所有してるものとか倉庫に所有してるものをね、やって、それが終わったらね、まあ、買いながらね、まあ、いろいろ紹介できたらいいかななんてね、思っております。はい。まずはね、このバスレフシリーズでやってますけど、簡単お手軽バスレフシリーズってもうね、ユニットの穴も合ってないようなやつで自分やっちゃってるんですけど、まあ、ボックスも作ってね、バッフルもいっぱい種類作って、まあ、ユニットをね、付け替えながら遊べるようなね、スピーカーを作っていこうかなと思っています。はい。まあ、今回はね、これで以上になります。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。